ちは。あなたの町から伊藤さんのコーナーでございます。さあ見えますでしょうか、皆さん。太平洋でございますね。今現在私はウキサラサ満州のツアー中ということで、高知県宿毛の港からですね、今大分県佐伯の港までカーフェリーに乗っているところでございました。秋のいいお天気ですね。海もなんか穏やかな感じでいい感じでございますが、今日は11月の13日ということで、ツアーも2日間終わりまして、四国ね、徳島、高知とたくさんの方にお越しくださいましてね、本当にありがたかったです。ありがとうございます。今回新しいレパートリーも増えてますので、楽しく無事にね、2日間終わったんで、ここから九州編ということでございますけども、明日から5連チャンライブがございます。明日は宮崎県宮崎市、それからその次が宮崎県の日向市、そして同じく宮崎県の高千穂、そして熊本県熊本市、4カ所九州で回りまして、中国地方本州に戻って山口県萩、でございますね。そこまで一気に5日間駆け抜けたいと思います。久しぶりの更新でございました。これは今県でいうと何県になるんでしょうかね。ここは海の上でございますけれども、太平洋上からお送りいたしました。あなたの町から伊藤さんでした。初めて海の上から、さようなら。